我が名はエーギル、かの伝説の深海を司る神の名にちなんだものよ。波だの嵐だの自然の力を呼び寄せるあの神様と比べて、私のやり方は結構優しい方よ。大型巡洋艦エーギルだ。お前の望むがままの私としてお前に使われてやるわ。まずはお手並み拝見といこうかしら。さて、一体誰が来たのかしら。お前か。じゃあ仕事頑張ってちょうだい。この子は時々急に暴れ出すから、スキンシップをするなら気をつけなさい、指揮官。モチベーション?宴でも開いてたっぷり飲ませてやったら上がるんじゃない?そうか、海が暴れるのを見るのが好きか。とどろいてこその嵐、荒れてこその海よ。何?私に気を取られたとでも言いたいの?もうちょっと近い方がいい?やってくれるじゃない。で、また?まだ完了していない任務があるわね。ほら、無能呼ばわりされたくないでしょ。任務完了よ。指揮官合格ってところか。遠方からの手紙か。ほら、読んでごらんなさい。休みたいのか。置かれている書類の山を見るにそれは無理な相談ね。委託完了よ。仲間たちを不当に待たせるのはお前のやり方か。お祝いに一杯飲もうじゃない。噛み砕け。我がアギトに飲まれる程度の水しぶきだったわね。誰だろうと私の勝利を奪わせない。見てなさい。巻き込め、エーギルのアギトよ。あら、見破られたわね。自堕落した魂には同情しないわよ。私が興味を持っているもの?強い敵、うまい酒、吹き荒れる嵐の海、そしてお前はそんなに私の注意を引きたいのか。指揮官、飲むのに付き合いなさい。ここに限ってはブレイクを。ああ、酔っ払ってふざけた話をしても気にしないでやるわ。私の興味を引こうとするのはいいが、まさかずっと釘付けにさせる気?大きく出たものね。まさか本気?この私に挑むというのなら、深淵の神の名のごとくお前を飲み干してやろうじゃない。さあどうした?もう動けんのか?この私に。誓いの証明?お前はこういう形ばかりのものを気に入っているのか?それなら、そうね、形ばかりではない、もっとお前を縛りつけられるのを用意してやるから。今に見てなさいな。